13ですね。決勝トーナメント1回戦。反射対水中さん、これはね、肺炎で水中に入るのは危険ですね。これは危ないですよ。これでもキャラ的にはネクロの方が結構有利なはずなんだけど、デンジが邪魔なんだよね。こいつね、うん、竜と剣みたいな感じですか。いや全然違います。全然違います。まあ、薄々気づいてはいましたけど。確かに竜剣でも竜側がきついけど、そうじゃないっす。違います。多分竜剣よりきついんじゃないかな。ああ、うん、電磁置いとく電磁が本当に邪魔で、ああ引っかかっちゃう。相打ち取られて大パンとかって当たっちゃうと、もうダメージ効率が全然違っちゃうね。あそっかそっか、電磁だと拾えるから。そうすると滑空から技振っていく意味があんまりなくなってきちゃうっていう。すごいお互い丁寧だから、うん、息が詰まれますね。あーじゃあ下風呂肘、あの小足は12の手癖です。しょうがないですね。しょうがない、しょうがないっていうか、あれね、あれをやめなきゃいけないです。あれもヤンスカイもよくやるけどね、ああいうのやりますね。あの場面で壊しとか、俺スーパーシャガクラ取られますからね。ヤンはねリターンがあるからまだいいんだけど、フェルブはリターンないから、あれ打っちゃダメなんだ本当は。なるほど。なんかカズニが嬉しそうな顔してこっち向いてたんですけど、EX ソールあるわけじゃないからね、フェルブが。ヤンは当たれば EX ソールが入るから、確かに、まあ、いいっちゃいいんだけど。あ挟まれた、どうしよう。画面端から出たいけど、うわーうまい、マイダッシュ投げ。おえー、さあ12ぶっ込むな。体力半分切ってから12強いらしいですからね。今多分消えてから地味にゲージを貯めてたっていう、バレた。本当はなんか消えてる時にあの青いゲージがちょっとずつ増えてったのがちょっと面白い。あ頑張ってるなっていう。ゲージ貯めるんだったら立ちだけ当てに行っちゃってもいいような気がするけど、ダメなのかな。いやだからそこはあえて消えて動いてないっていうの。うわうわ、大もやしが飛ばれた。危ない。さあこれ、さあ時間がないぞ。 EX トレードフックかな。いやー中盤引っかかってもう3秒だったんだ。ハエが落ちたみたいな。ハエ